デリポータル Z 編集部の安藤です。あと西垣です。西垣さんです。よろしくお願いしま す。子供ができるんだから大人はできるはずだのシリーズシリーズになったんですよ、もうで今日はですね、はい、新しい子供の道具を借りてきたので、うん、はい、これですね。あら、これは西垣さんご存知ですか？はい、もちろんもちろん。これうちの子供が小学校ぐらいの時かな、うん、もうスイスイ乗ってて、はい、どうしたらいいですかね。これ、まあ、もうでもパッ脳内のシミュレーションができてると思うんで。あ、そう、もうねできてる。これ前後ろあるのかな行きますか、いきなりこう。いや、いきなり行くでしょ。はい、今回あのヘルメットとかそういうのは忘れたね、はい、忘れたね、安全装置ね、はい、これ漕ぐことできないでしょ、これ漕いだらこれは前行っちゃうんだよね。前傾したらいいのか。はいはいはい、おお、乗ってる乗ってる。あ、これ前傾したらいいね。自分も前に行ったらいいんじゃないかな。なるほど、理論を構築していってますね、やっぱ。そう、大人。そうです、ここ子供と違いますよ、うん、これ漕ぐと前行くから、うん、自分も前行かなきゃダメです、はいはい、心をこう前に前に行きながら、うんうん、おー、あ、でもそんな追い越しちゃいましたよ。そう、でもなんか言ってること分かるでしょ、はい、心が多分前に進むんですよ、はいはいはい、前に行きたいから、うん、なんでかっていうと前に行きたいからコンビニに行きたいでしょ、はいはい、自転車で、はい、そういうモチベーションですよね、はいはい、アイス食べに行きたい、はい、から前に行かなければダメ、うん、人がだから前に行く、アイス食べに行く、なるほど、アイス食べに行くための道具、なるほど、コンビニに行くための道具、はい、これでコンビニ行ってアイスを食べに行く、はいはい、行く、おお、あ、気持ちがちょっと大きかったですね。あ、これちょっと YouTube 見ましょうか。あ、見ましょうかちょっと待って、乗ったことない人向けだって。へえ、それがいいですよね、そら、はい初めての人は奇跡が起きなきゃ乗れないって。そうなんだ。ただただやっていてもうまくならない。はい、怒られてるみたいですね、さっきまでの行動まず、はい、腹筋を使ってこの棒を意識して、はい、棒を立てると。へえ、目線は前だって。あ、下見ちゃダメなんだ。なるほど。で、お父さん、やっぱお父さん、お父さん本当ですか。お父さんに、はい、まずは持ってもらって足をぐるぐる回す。釣ってる。お父さんちょっと両手持ってくれないですか。はい、俺でもこれ今日できるわ、石垣さん。本当ですか、うん、今日できる。ここら辺でしますか。じゃあここら辺で、はい、今映ってるとは思うんですけど、これできた瞬間を撮りたいですもんね。そうですね。まずは、うわー、立ってる、はい、あ、やばい、方向いてます。ここ立ててますよね。こういくじゃん、はい、あ、それを立てたまま、はい、進む。目線はやっぱ上じゃないとダメですね。ここまで楽勝ですね、もう。でしょ、ね、で、前に進んでいいですか。前がいいですね、前がね、はい、早いゆっくりか、はい、はいはい、おお、乗れてる危ない、映ってんのかな。いや、これ絶対映ってないよな。待ってまだよ、まっすぐ行くでしょ。まっすぐ行くでしょ。行きますね、はい、1、
そうですね。はいはいはい。おお、すごいすごいすごい。こういうことじゃないですかね。すごい。おじさん、安全に止まれないですか。止まり方が分かんないんだもん、だってね。どうやって止まんのこれ。ねえ、あー、すごい安定してる。はい、で、こうまっすぐにして、はい、目線を、はい、前に向けるぞ、はい、これいけてます。これいけてない。これいけてる。これいいじゃないの、これ。あ、すごいすごい。あ、こういうことじゃない、白木さん。はい、めっちゃ自由自在ですよね、今。いやいや、進んでる時、進むのと回すのが今一致したんですよ、頭の中で。はいはい、あれやりたいの。いや、浮気してますやん。今度あれにしますか。はい、今度あれで。